春は来ましたが、職業安定所の扉が開くのを待ちわびている人たち。東京飯田橋の安定所では朝の9時からこの盛況で、1日の受付能力が800人しかないのに、毎日1500人以上の人が詰めかけます。近く政府の行政整理もあり、失業者は年内に200万ぐらいになるだろうと言われています。中にはもう退職金を使い果たした人の顔も見えます。今年の3月までね、退職手当ももうやってきたわけですね。そうです。半分ぐらい取りましたか。半分以上です。退職手当はどれぐらいもらったったんですか。3万円。3万円、1万5千円ばかり作ったんですな。それ以上。取りましたら残り1万円ぐらいじゃないわけですな。もうあるんですね。そうですか。この狭き門を政府はどう裁くでしょうか。